龍雲寺は長野県佐久市岩村田にある総東宗の寺院。三号は大田山。本尊は十一面観音。鎌倉時代の1312年を追い、その後陛下にあって衰退していたが、文明年間総東宗の総点 A 商店によって復興され、総東宗の寺院に改められた。戦国時代には、甲斐の国志語の武田氏が信虎木から佐久軍へ進出し、 春の武器には、品の信仰を本格化させ天文年間には、作軍を掌握する。春のが拡大した、両国内の総統囚人員の支配拠点とするため、桂室、清二葉を将を追放し自ら回帰となり、越後から北高全宿を招兵して中行しているが、その時期に関しては、龍久も寺の記録である、大田山実録によれば、工事年間とされているが、 竜宮モデラ書蔵の北高筆由衣書,書によれば A64 年の川中島の戦いに際した復興と記されたとしており、大田山実録には北高の経歴に相違があり、作為が想定されていることから、後者の A6 年間中高であると考えられている。北高の将兵に際しては、甲斐の国内の流玄と英商院の住職が当たっている。A60 年には信玄から治療を寄進されており、 川中島の戦いを契機に、西上野への進行を開始すると竜久も寺へも、末寺を寄進している。竜久も寺は、文国内、総統宗派の総六所となり、総六師となった北高は、元気元年には、宗派統制を目的に定められた、総統終身派との制定にも携わっている。元気3年4月11日には、正常作戦に際して、総六師である、 北高の立場を分国内外へと示すため、小宮山正友を奉行として千人報道会を実施し、大木町天皇から変額を可視された。信玄は、翌元期4年に、正常作戦の途上で死去しているが、龍久も寺は各地に点在する信玄の仮想地であったとする伝承があり、実際に遺骨が出土していることから分骨された、可能性も考えられている。 これは1931年5月に、庭園から遺骨と遺品の収められた茶釜が出土し、遺骨や担当や名分のある、警察官などを、遺品の鑑定をめぐり論争が起こり、史跡指定を却下した国と住職の間で訴訟が発生する騒動となった。天正10年には北高全粛が隠居し、大鳥トリアン、アリリュが住職となる。江戸時代には、江戸幕府から主因状が与えられている。 竜雲寺文書は、品の資料に収録されている。戦国異文武田社編1 8 2十号。北作公費伝説集南作編限定復刻版。発行者長野県作史教育委員会全434ページ中60ページ。昭和53年11月15日発行。北作公費伝説集南作編限定復刻版。 発行者長野県作詞教育委員会全434ページ中364ページ昭和53年11月15日発北作公費伝説集南作編限定復刻版発行者長野県作詞教育委員会全434ページ中70ページ昭和53年11月15日発行北作公費伝説集作編限定復刻版 発行者長野県作市教育委員会全434中42から 75P 賞は53年11月15日発行ありがとうございます。